あセクシー斉藤さんいるってことはどういうこと。まあだからセガ関係だよね。ああネシカ、うん、ネシカじゃないか。お来たーゾノシ、来たゾノシ。あ、一緒にやってもらうんで。じゃあカミちゃん早く来てくれってなっちゃう今。いやカミちゃんが来るまで繋いだなんとか。おお女子格闘ゲームの話しかしてないじゃないかお前。調子格闘してもそこは今日の要ギルティの話でつなげよう。ギルティの話でこの野郎カメちゃん飯行ってもいいよ俺やろう飯行ってもいいよ俺家族一人にしてみんな飯食いに行くか。そうなんすよそれカメちゃんに教えるためにスレイ使うんですよそれは。そりゃそうっしょ。えこれスレイヤーってからや初だよね。いや初っす何言ってんすか。んえ、なんで、あ、コマンド変わったんだ。流血なんだっけ、処理券だっけ。いや、波動拳じゃなかったっけ。けーなーば。うわー、投げられた。これ、無敵の移動技。ここから派生技が出ます。4種類ですから。それ、神ちゃんに教えるためにやってんの。そうなんですよ。当たり前でしょ。今からでしょ。いや、当たり前ですよ。マッパパンチってやんの、やっぱ。そうやります。やっぱやる。パンチ、しかも強化されました。空中くらいの時に距離が離れづらくなって拾いやすくなった。カミちゃんやったんすかこれ。全然痛いっすか。あー痛え。ああよいしょ。です値段スカ間違えた。怖いな。覚えてねこのキャラ。稼働色ちょっとだけ取ったんだよ。ここでしょ前作近くも。よいしょ、無敵タイルバンカータイルバンカーこれ結構中技です。ゲージ使いますけど。スレイヤーはやっぱ全然変わっちゃってんの前の。前より全然違って、火力が下がって足払いの性能が悪くなって。あ、そうなん。そう、発生が遅くなったのとカウンターが拾いづらくなりました、ね、あ、そうなん。浮きが低くなったのかな、わかんないですけど。アミちゃんといえばね、前のバージョンとかではもうスレイヤー神って言われてたぐらいだからね。アミちゃん前のバージョンのギルティやってたので、ゲーセンのバージョンやってなかった。青色までだっけ。いや、この1個前のバージョンをやってたんですけど、結構早い段階でやらなくちゃった。あ、そうなんだ。うわー、カウンターした。攻撃1回出て。あ、本当にのバージョンで。で、その後は、あんまやらなかったです。ほうほうほう。吸血力ないの。吸血力お前っていうのはどれのことって。ちょい分かった。 ACUEプラス R じゃなくて、あらいい。あ、待てだ。アクセントコア。アクセントコア。なるほど。中技です。その時はまだね。中技です。またホームゲーセンでやってたんですよ。ホームゲーセンでやってた。ああ。プラス R の時はもうホームゲーセンなかったんで。ホームゲーセンないとやっぱきついよね。ホームゲーセン。なんか申し訳ないな。申し訳ない。俺のせいでなんかギルティで引退させてしまったみたいな感じも。すいませんすいませんレイズがしょうがないよ、いくら頑張っても。環境次第でやっぱどのゲームやるとかやっぱ全然変わるからね。うん、間違いない。かっこいいなぁ。コンボはね、前よりかね。あ、そっか、ハイスラがスライドになったんだっけ。そうっす。で、マイチエスがバウンドになったんだね。バウンドになって必殺だけ合わせできるようになりましたね。ジャンプキャンセルもできます。あ、そうなの。そう、ジャンプなんだ。一番高いコンボは前ハイで拾って、低空ダッシュジャンハイ拾いが確か一番高いんですよね。結構むずいんだ。かなり難しいです。横浜のギルティーズは今フリーダムじゃない。フリーダムでよくやってるの見るけどね。だって他ないじゃん。ね。横浜だって。フリーダム以外。ないかな多分。あそこぐらいだな、パソピ。パソピだ、パソピ。うん。アメグラはもうないんだよね。アメグラない。アメグラもセブンもなくなったんすよ。そう、もう壊滅っすよ。やばいよね。横浜壊滅、ね、壊滅でございます。ほんとそうでしょ、マジで。昔ほんとゲーセンばっかでしたよ ね、 ね。近くに3つぐらい固まってたのに。いやー、3年前だったらセブンとアメグラがなくなるなんて考えられないよね。ちょっとしますよね。どうすんの横浜のゲーセン事情みたいな。セブンで毎日セブンとアメグラがあるから
って感じだったのに。まだあるから、まだお前らがいるからと思ったのに。終わりですよ。今でも横浜はゲーセン無駄にあるってないって。ああ、まあでもジャンボ、普通のジャンボとか、セガブリーズとか、一応ゲーセンだけど、まあ、まあ、そんな対戦盛んじゃないからね。対戦は盛んじゃないっすね。ゲーセンはある方だよ横浜は、あ、そうっすか。絶対ある方。あと意外に結構対戦できる方だよ。へぇ、ギルテも結構やれるし、やれるっぽいし。ああ、やってますね結構。待て、北斗と島にあるし。うわ、まあ、北斗見ますね。あれなんかレトロゲーのあれなんですよね、あのなんかあのカプエス2もやってるし。あ、確かに確かに。やつですか。あとなんだっけな、ヴァンパイアもやってるし、結構いるんですよね、そういう子さんのレトロゲーをやってる人が。夜じゃん。私のはセブンもアメグラも潰れんだったら、もっと早く潰れてくれればよかったのに。やめたね、早く潰れ、5年ぐらい前に潰れてくれればよかったのに。カリスマさんとやったんだよな、俺フリーダムで。やってたね。カリスマさん連勝してて、うわ強そうじゃんと思って、カリスマさん乱入しようって乱入したら10連勝ぐらいして、もう二度とやるかボケとか言って、あかんわ金がなくなるわーって言ったなんだこいつ、もう二度とやらねえわ。島にはビール飲み出せなかった、飲んでなかった、大丈夫。いやもうお前ほっといて飯食いに行くわって言われて飯食いに行きましたお前ほっといてもう飯食うわとか言って。あ、セブンのぷよぷよ勢はどこ行ったんだろうね。確かに確かに。え、三角じゃないのかな。横浜だよ、つっても遠いだろう。あ、結構遠いか。横浜のセブンは聖地だったんですよね。そうだったね。なんだっけ、あの有名な人来てたんですよ、クマチョムとか人。ああ有名だ、アルフ君のはね。俺横浜行ってセブンアイランド行ったら必ずぷよぷよのブース覗いてたわね。あ、とりあえずぷよぷよ強そうだな、アイドナさん。いや俺もちょっとやってた。マジっすか。うん、全然やってないわ。カメとかキャン、なんか強い人みんな来てるとか聞いたけどな。聖地聖地、 S クラス超集まってた。聖地だった S クラス。待て、フーリアス早いな。フーリアスツイートのネタが早い。やべ、ぷよぷよなんか一丁いるらしいじゃないですか。ん、なんかやばいのがいるらしい。ぷよぷよやばいのがいる。え、上がってきたの。なんか一丁いるって戦いってたんですよ。ただ一丁、あいつマジぷよぷよやり込んでるんですよ。昔いた人じゃなくて、たぶんそうだよ。引退しちゃった人がね、一人いてね。今なんだ。あ、モモケンって人じゃないですか。それ昔、昔か。なんかすげえ強かったけど、なんかやめちゃったみたいな。羽田さんのツイッターをたまに見るんですけど、超面白くないですか。いや、ガンストの時は超面白かったよ。ガンストの全国大会の時。やばい。マーシャルがどうこうとか言って。おお、当たんねえのか。あいつはマジブチ切れてるよ。いや、お前だから審判なんでしょって。いや、マーシャルだからとか。ボンガーとか言って。ビッター、あの人面白すぎるよ。ボンとか言ってんのマジ受けたな。ボンガーとか言って。マジ受けるよな。マジ下かよとか言って。そんな喋ったことないよ、多分あいつ。いやいや、ビってねえからとか言って、まあ、間違えて敬語使うらしいんですよ、ボンちゃんに対して。トヨタくんとか言って。トヨタくん。トヨタくん久しぶりだとか言って。あの人面白いよな。直接、いや、ビってねえからとか言い出すらしくて、ボンちゃんに。いや、ビってねえからとか言って。いや、今敬語使っちゃったけど、ビってねえからとか言って。あのさん面白すぎるよな。やばい。これだ。そういえば、ボンと喋った。年下だった。敬語を使いようのはずだったのに。たまに「ですよね」とかミスって俺が敬語使ってしまったじゃないかとか言ってふざけんな、でもあいついいやつだったって「じゃあまた」とか「お疲れ」も言わずに別れたけど、おめえがあいつふざけんなもう意味不明だったから多分その日初対面とかこれ間違いない面白いなですよね、もう別に敬語じゃないからね確かに多田さん面白いな。多田さんなんか最近ジブラの名言みたいなやつツイートしてるんですよあいつジブラマジ好きだからマジ面白いですよ多田さんがジブラ名言でツイートマジおもろい。お
この人面白いよな。久しぶりに会った。ビジョン勢って文才ありますよね。そうだね。サダさんとか孫さんとか、孫さんめっちゃブログ面白いじゃないですか。うん、文才あるよな。竹山とかもブログ面白かったね。あ、面白いんですか、うん、ブログやるように見えねえあの人。ビジョン勢って俺なんかすごいみんなこう何かしら才能に特化しますよね。いつも思ってたんですけど、うん、え、魔王まだブログやってる。いや、わかんないです。やってるんですかね。面白かったですね。あ、違う、まだあいつが尖ってたことがちょっと報じないですよね、多分。もっと前ですか。なんかむしろカペース書いてたじゃないの。あー、わかんない。孫マジでストフォー時代は読んだんですよね、俺。よく2003とか。マウス持ってるイメージ全くないけど、ね、KOF 2003とかやってた頃。面白いよな。ブログ、確かに孫のブログは面白いよね。そんなことねえな。昔ストフォーの時とかやっぱ孫のブログでみんな集まる場所なんか決まったりとかね。うん、今日ここ行こうぜって言うと結構人集まったりとか。背中さんが超面白いですよね。あ、背中面白かったね。多分なんかいろいろ伝説あるしかね。多分ね、ビジョンの中で一番面白かったのは多分背中じゃない。あ、だって黒人さんも背中さんにはかなわないですよね。かわいそうないです。黒人さんがかなわないのがね、対戦勝って、うん、相手の方行ってズボールして、そうそうしゃぶれよって。それ聞いた時はマジ笑った。まあ、まあ、しゃぶれよ。その煽りは終わってたろ。いや、わかんねえな、それ。それは面白すぎるだろ、いくらなんでも。面白いなぁ。それは面白すぎるよ、いくらなんでも。あいつはマジ行かれてっから、本当に。行かれてっからちゃう。なんだなんだ、しゃべるネタとかもね、結構みんな背中とかのパクってるから。流行りとかありそうだもんな。梅原の勝利に対してありがたやーとか言い出したの背中だから。あ、そうなんだ。そうなんだ。黒人さんは最初だと思った。いや、実況でね、背中が言ったんだよ。ああ、ストツーとか。いや、サードサードで、サードで、サード勝利ってあんまありがたくないイメージあるけど。そうない、大勝利ありがたい、剣の大勝利が強いんです。やっぱありがたいんだ、そこは。なるほど。背中が最初に言ってた。その情報でかいっすよ。あ、本当に。うん、そう、黒人のネタは結構ね、背中発祥のやつ多いよ。黒人の背中さんリスペクト。リスペクトだよ。だってずっと一緒につるんでた感じだって、でしょ。そうだね、うん、俺から見るともう黒人背中ってワンセットって、まあまあまあ、感じだから。兄弟分のやもんなんだ。もともとあいつが東京に出てきた時に大会参加する時、大体黒人と背中で一緒に出てる。サードのランバートとかでね。結婚したりしてあれだ、落ち着いたんでしょ。うん、ゲームももうあんまやってないんで。今はそうやってないんで。わあ、こいつ、こいつっつった、こいつっつった、こいこいって感じだよね。こいこいって感じ。最後ジョンって中段やられてこいつっつったよね、今ね。こいこい、ね、こいこいって感じ。あー、うまっ。あのさ、リバース DX テイクなんとかみたいな見えなくない、あれ。テイクなんとか、さっき最後あ、これあ、これじゃないか。あれテイクじゃないの。あれテイク、テイク、あ、テイクか。え、これ移動攻撃2個あんの。あ、2個あります。どこいつ、ハメだ。お、捕まってんじゃん。あれ、これじゃなかったっけ。捕まる。そんなの出たんだ。いや、もう前から捕まるんじゃない。へぇ、ドリルオキズメやんないの。ドリルオキズメ弱くなったんだよね。ワコン、ドリスペが弱くなって。あ、そうなん。しかも1段目しか下段じゃなくなってバフが難しかったんだよ。あ、適当にやっちゃできなくなった。そう、適当にやっちゃできないですよ。エディかっこいいやな、かっこいいやな。あ、そう、あとビジョン勢がなんか対戦勝った後とかに相手を煽るときにおほほーとか言うやつ、 あれも背中。
え、小藤さんパクリ野郎じゃないですか、大丈夫ですか。小藤さんほとんどパクリ野郎じゃないですか。小藤さんがよくやるやつ。そう、おー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 みたいなやつ。え、小藤さん発祥のネタはないですか。そういうゲームじゃねえから、そういうゲームじゃねえから、これだけですかのみかな。いろいろあるし、いろいろパクってそうだ。その時流行ったやつとかは多分あるだろうね。多田さんの真似も多いんでしょ、結構。多田、そうだね、多田の真似は結構多いね。ああ、そうだな。時戸は結構ね、多田のネタをよく使ってるね。ああ、じゃあ、ね、ビジョン時代超面白かったんですか、ビジョンの軍団の。いや、面白かったよ。もうなんかそんなやつらがいっぱい集まってるのも。確かに確かに、それは面白いですよね。すまんな、ケスケだ。面白いヤグーとか多田だ。ヤグーはタダさん、ダジ回りとかさ、そうそうそう、それタダさん、それタダだから。いや、タダさんもあんのよ、今日はな。あと、ソラさんとかも面白いね、話聞いてると。そうだね。ソラは結構、やっぱタダと一緒にいたらなんかね、キャラが変わってって。あ、ソラはもともとあんなやつじゃなかったんだけど変わった。あー、なるほど。面白いよな。いや、ほら、和田さんの、うん、なんか竜について喋ってる、語ってるやつが面白かったんですよ、ツイッターで。なんだっけそれ。なんか、めくり出した時の時のドヤ顔がムカつくとか。なんか、その結果、なんか、うん、なんだっけ、なんか、カジセリフをなんかディスってたんですよ。和田さん、マジ面白いなって。そんなん大事だって。そう。なんかあんな面して俺より強いやつに会いに行くじゃねえよとか言って。マジで面白かったんだよな。うわー、ネット対戦だと見えねえか。あれ、刀身武神とかいつの間に言い出したの、あれ。気がついたら刀身ただ武神空なんですよ。KSK が楽しそうに昔の話だと泣けるんだけど。昔話、楽しそうであれば楽しそうであるほど泣けるだろうね。そうな。あの頃はな。どれぐらい経つんですか。うまいね、今のね。あれ、ね、閉店してからですか。そうです、まあ、閉店してからです。ぼかしたけど、あの、あ、震災が起こった年に、はいはい、亡くなった。なるほど、うん、あ、そうなんですか。起こる前、起こるちょっと前だね。ちょっと前、うん、俺その真っ暗なビジョンの中で一、うん、人で、大震災を迎えましたんで。笑えねえ。なんか怖いね、結局だ。俺やばい、やばいんだ、やばいんだ、マジで。ケースさんが寝てる場所があって、で、その横に本棚があって、はい、で、倒れる位置が、はいはいはい、逆だったんですよね。逆だったら、たまたまやばかった。そうですね。へー、なんかさ、あー、運がいいじゃん。あ、なんか揺れてるなと思ったらさ、やばい揺れになってきて。やばいっすよね、うん、俺びっくりした。そうしたらなんか、店の中にさ、その時、インターネットカフェにしようと してて、あ、本棚がいっぱいあって、本棚がバッタンバッタン倒れ始めて、ちょうどなんか俺が寝てるあのところの逆の方向に倒れたからよかったね。よかったですよね。逆だったらしちゃうし。反対側は反対側倒れたんですよね。そうそうそう。やばいっすよね。これは熱い鈍い字引いたよ。俺は生かされてると思って。まだ死ぬなってことか。天命じゃん、マジで。まだ死ぬなってことです。よかったっすね、でもマジで。さすがにあそこにねだろって言ったら、行ったら行ってさ。へぇ。もうその日はもうあんまりに焦ってなんか電話しても誰も繋がんねえし、ああ、まああの時多分混み合ってたでしょ。で、なんかツイッターとか見たらさ、なんか誰か知んないけどガセのツイートでさ、今ビルの中で挟まれて血だらけになってるんで誰か助けてくださいって、ね、みんな119にみんな電話してあげてとかツイートしちゃってさ、間違えて。あ、それガセだったらしいんだけど。優しいな。それで釣られたかとか言って、その震災の日さ、もともと電気が使えなかったのに震災が来て、そうそう、電気が使えなかったんですか。どの道やん。もともと真っ暗だったわけでしょ。もともと真っ暗じゃん。じゃあみんなとごぶったわけだ、これで。そうそうそう。それで危ねえな。ほんとね。いや、あの地震の時はマジ怖かったな。これこれ
サラダンのやつあれこれマジ面白いんだよな。まさかね、配信でこんなツイートがさらされてると思ってない。たさんマジ面白い。カズオヤクマが面白いね。多分ちょうどあの時、多分あいつテンパイ見て読んでますよ。多分テンパイ読んでる時だったんで。あいつすぐ漫画に影響されっからね。ぶっこみのタッグ読んでるともう大体もうツイートがピキッギリしか読まなくなるし。今その麻雀なんだ。うわやる。ジャスティスかっこいいなやっぱ。あ来た。初登場じゃないですか。何これ。どうですかこれ。ラオウ。ラオウ。この弾が全部溜まると。なるほど。めっこいつが出てくるんですよ。召喚獣で。弾の種類が1個増えたらしいんだけどな。え、そうなん。そう。波動弾ビリビリだけじゃないんだ。そう、いやなんか波動弾ビリビリのスピードが違うやつがある。なるほど。これエヴァの初号機なんだけど。ね。それどういうかなと思ってたんだよね。確かにエヴァっぽいね。色一緒だもんな。パクリなんじゃない？おいおいおい、やめてくれよ、さっきの。オマージュだよ、オマージュ。オマージュ？インスパイア。これな。これ相手にしたらダメそうだな。シーディングうざそうっすよね。あ、だる。え、何それ。タッパだる。中下です、中下。あー、きつい。俺、剣の戻し方わかんない。ジャスティスはどういうあれなの、設定なの。なんだこれで一番昔戦争があったらしいんだけど、その時の古代兵器なの。その時の古代兵器のボス。古代兵器じゃないか。あ、そうなの。そう、生物兵器のボス。じゃあめっちゃ強いじゃん。そうそう、一番強い。へえ、知ってるね君。倒したのがソルっていう設定。倒したのがソルなの。そうそうそう。へえ、じゃあジャスティスなんソルに倒されて、うん、なんで生き返ったの。いや、死んでる設定だけどね、これなんか、あ、まあ、とりあえず出したワールドか、そう、出したいですって感じで出した感じ。ゴーケンと一緒だね、ゴーケンは生きてる。ソルの嫁なの。ソルの嫁のやつが改造されて、これに なったらしいの。そうなの。え、でもソル倒したの。ソル倒しました。え、悲しいっすね。悲しい事件だったね、これは。え、ストーリー熱くないですか。これみんなあんな反応ないけど。いや、なんか熱い。あんま反応ない。一番反応なかった伊藤さんだからね。一番反応なかった。あ、結構熱くね。どうでもいいって感じだよ。熱いじゃん。実はあんま聞いてなかったね。あ、聞いてなかった。聞いてなかった。え、その設定熱くないですか。そうで、その改造される前の、うん、そのソルの嫁のキャラクターが、うん、ギルティギア2っていう格ゲーじゃないギルティギアに出てきてる。あ、そうなの。そうそうそう。へえ、かみちゃん知らないの。知らない。何ゲーなんですか。何系だろう。何系っつったらいいんだろう。あれ何系って言うんだろう。そんな設定だったんだ。熱いな。俺ストーリー好きなんですよね、格ゲーの。そういうの詳しいのなんかあんま似合わないんだよ、なんか。確かに。か、いやだから俺多分よっぽどハマったんでしょうね、このゲーム。なるほど。キャラ、それ使えるキャラなの。あ、使えるキャラですね。使えるキャラ。え、バレンタイン。あ、そう、バレンタインです。あ、そうなんだ。そう、バレンタイン。あ、いるんだ。かわいいんですか。一応美少女キャラか。美少女なんだ。美少女。それやるね。まあ、かっこいいもんな、あいつな。確かにな、あれで頭いいからな。あの顔で。頭いいの。あいつ科学者設定、科学者設定。科学者なの。科学者です。バッドガイって名前で。そう。へぇ、名前直すよ。名前全然違うじゃん。あ、そうなんだ、意外だな。おいしい。井上の青春の真ん中にあるのがギルティなんだよな。誰だよお前。誰だよお前。誰だよ。科学者なんだ。科学者。ソルの本名はフレデリックな。そう、フレデリックな。あのクイーンの。なんでバッドバイっていうの。自称なの。自称じゃない。え、頭悪くないその発言。
俺は悪い、俺は悪いやつなんだみたいな。マジで頭悪いやつだよ、ことじゃん。決めてるから、エビだから。頭悪くないですか。マジで。うわ、やる。あ、人間やめてるの。そう、人間やめてる。あ、そうなの。それも改造されてるの、体。改造されて何百年も生きれんの。そうそうそう、年取らないのかな。みんな改造されてんの、これは。いや、改造、回は改造されない。されないの。されてない。なんで。いや、なんか改造するしてるやつがなんか黒幕っぽいんだ、このゲーム。へー、それでまあ出てきてないでしょ。じゃ、こいつらみんな改造されてんだ。いや、改造されてるやつ少ないんだ。あ、逆に。そうそう、別にジョニーも改造されてないし。なんでこれは争ってるの。何を争ってんの。いや、まあ、そのゲームのシリーズによって違うから。パターン入ったぞ。これはなんで争ってんの。ちょっとやめてもらえ。ちょっとやめてもらえ。いや、聞かれんの。これは遊びでしょ。これは遊びでしょ。これは遊びでしょ。この組み合わせは遊びでしょ。この組み合わせは遊びでしょ。あ、そうなんだ。ザッパは、なんかその幽霊を自分の体に憑依されちゃう体質なんだ。これを直したいんだ、こいつは。うん。で、ファースト先生を探してるところに。ああ、そういうことです。なるほどね。あ、ファーストは医者だからか。そう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 。おお、渋いね。なるほどね。格ゲーの設定好きなんだよな、俺。面白くない。面白いよね。面白いよね。クリックよな、この人。これ終わってないかもしれない。終わってます。最強キャラっす、サッパ。見えない中でやって。やっぱ最強キャラってやばいよな。かなりきついっすよね。なにこれ。画面端からさ、動けないじゃん。動いてなかったんだけど。動けない。でも多分逃げる方はあんすよね。動けないじゃん。で、最強キャラなんてもしょうがないっす。逃げた。これサードのストーリーだけはよくわかんないですよね。あれ何なんですか。サードはね、一つより前の話かな。え、後でしょ、あれ。だって竜がさ、もうヒゲ生えてるじゃん。ストサードが一番後っすよね、時系列。サードが一番後でしょ、あれ。ストフォーが、なんかストツーとサードの真ん中っすよね。だってツーは竜、茶髪でまだ生きがってるじゃん。後か。ワンとか赤髪で生きがってんだよ。スリーはだって、時系列は忘れた。え、ワンはいつなの。ワンが一番最初。ワンは最初ね。あ、ワン赤髪でさ、なんか若いじゃん。若い若い。もうにわかにわか。にわかじゃん。スト3、だってアレクがなんで主役なのかもよくわかんないし。確かにアレクなんで主役。その辺知りたいんだけどな。なんかあとあのさ、うん、オロはさ、なんで竜の師匠なの。じゃ、師匠じゃないでしょ。師匠じゃないの。師匠じゃない。竜の才能を見抜いて、竜を弟子にしたい。あ、したいだけなんだ。したいなの。弟子にして、なんか自分結構自分が強すぎて他の人対戦しても退屈だから、うん、竜を育て上げて。オロって強すぎて片手で戦ってんじゃなかったっけ、ね、そうそうそう、めっちゃ詳しいじゃん。そうだね。そうだよね。多分本気出して両手を常に使ってたら最強はオロって。そうだよね。だから片手封印してんじゃん、うん、あ、そうなんだ。そうらしいですよ。いや、あれ封印してるらしいですよ。で、ゲージ全部使うと両手を使うスーパーツを使うんだよね。アレクは友達の仇でギルを追ってる。へー、誰誰誰。ほうほうほう。あ、友達の仇なの。ケイスケさん、むしろそういう話全面でしてもらっていいですかね。いや、ほぼ一緒。確かね、最後そんなに深い理由ないんすエンディングで、なんか竜にやられてんだけど、アレク。え、そうなんだ。ほうほう。さすがアレクスカイでエンディング知ってるね。そうに、何回も見たんだろうね。何回も見た。何百回も。で、なんかスト3の友達いたんだとか言ってお前じゃねえんだよ。スト3ファーストがアレクが主人公で、うん、で、なんかサードはレミーが主人公とかいう話も聞くんだけど。え、そうなの。え、なんかあのレミーだってインストにレミーがバーンって出てで、それがレミーが主人公みたいな設定って聞いたんだけど。そうなの。うん、レミーは何なのあいつは。っていうか、え、チュンなの。サードの主人公。え、違うでしょ。どれが主人公かよくわかんないんだよね。でもなんかアレクが主人公っていうのは最初のスト3の時に。ああ、アレクで、はい、なんかもう完全にスト2とキャラが変わっキャラが全部変わっちゃったから、ね、
てか、あと俺一番気になるのはセカンドなんだっけな、ショーン、セカンド、まあゲーム的にはそうだったね。俺が一番気になるのはサードで時系列進んでるじゃないですか、うん、ガイルとかどうしてんのかなと思って、そう前のキャラね、2のさ、ホンダとかさ、ダルシムとかさ、ベガとかさ、なんかエンディングとかでよくなんか出てくるよね、ポロッと。あ、そうなんすか。例えばへぇー、なんかあ、ユンヤンか、そうだからなんか主人公が明確じゃないから、あなんかそのインストで一番目立ってるのがこれ主人公かなみたいな。あ、はいはい、シャドルは壊滅したんだ。へぇ ー、そうなんだ。え、壊滅したの？壊滅したの？誰に潰された？え、それは嘘じゃない？壊滅した…じゃあベガダメだったんだあいつ。ベガ頑張ったのにダメだったんだ。ダメだったんだ。会社潰れちゃったベガ。四天王もじゃあ全員ダメってことだよね、うん、でもサガットは抜けたんですよね。わかんない、いや四天王でしょ。え、Q 悪いやつなんですかあいつ。Q は…え、Q 悪いやつなんですか。 Q はもうなんか完全に謎の存在で、もう世界各地同時にいろんなところに現れたりするんだ。あ、じゃあ兵器の可能性あるんだ。そうそう。なんでシャドルが潰れたの？え、リュウに潰されたのかな？ガイルとかに潰されたと。結局ナッシュとのあれはどうなったんだろうな。確かに。あ、ゼロ系が一番最初なんでしょ？あ、もう疎通の前、ワンの前。そうすよね、ああ、そうなんだ。そうっすよね。なんか誠のね、お兄ちゃんが兄貴が行方不明なの。ああで、なんか Q の技って、ああ結構、誠の技にちょっと似てる感じで、なんか突進で飛んでいくやつとか、チェストみたいな、あと、駒投げも持ってるし、はいはいはい、で、通常技もちょっと似てるから、まさか俺、なんか Q が実は誠の兄貴なんじゃねえかなって思う。ないでしょ。ケイセイさん、思ってるだけ？俺が思ってるだけ。思ってるだけなんだ。じゃあいいや。聞いて損したわ。じゃあいいや。今ちょっと損したよね。ちょっと損したわ俺今。なんだよ。え、そんな胸圧展開なの、うん、と思ったら。いやだから謎なんだ。残念妄想でした。Q はマジ謎なの。あ、謎なんだ。うん、やべ、このキャラたまんねえわ。最強キャラだわ、確かに。このキャラやべえわ。黙々とちょっと俺やり込みますわこれ。二度とその話するのも作り話やるから。誠はそういうそれで兄貴を探してるってこと設定でしょ。要は探してないの。探してないの、うん、やっべ兄貴いねえけどいいやーって俺は修行するぞーとか言って修行するぞーとか言ってなんかすげえ探してるでしょ。道場をなんか誠が結局継ぐことになったのかな。まあ、じゃあ兄貴道場にいるらしいよ。誠は道場をメジャーにするのを目的か。なるほどね。いや兄ちゃんいなくなったら、うん、まあ別にどうもしねえわな確かに。どうしたんだろうなって思うぐらいかな。あなるほどね。出た、おまんなめなよ。誠の名言ですね。あれ土佐弁だっけらしいですね。エンディングに出てくれた兄貴出てきてんじゃん。でもなんかちゃんと出てこなくない。わかんねえ。ストーリー熱いよな。なんか気になっちゃうんだよな。設定上誰が一番強いのかとか。俺もわかる。豪気が超強そうだから、豪気一番強いのかなと思ったら、なんかオルノが強いとか、かなり衝撃的だったし。オルノが強いらしいね。あ、そうなんだ。オルノが全然強いっぽいですよ。だスト2シリーズの中で一番強いんじゃないですか、オロが。らしいね。確か。でもさ、オロ、あ、じゃない、竜って無職じゃん。うん。豪気ってどうやって金が外れるか知ってる。豪気なんだっけ、なんか野菜売ってんじゃん。野菜売ってんだよね、豪気。豪気野菜売ってんのかよ、それ。いや、マジか、野菜売ってんだよ、豪気。ソースはどこだよ、それ、ソースは。ソースか。ソースあんだよな、中かな。ソースはあるよね、でもね。マジですよね。ありますよね。ありがとうございます。公式って言ってんの。そうだ。あ、どうもどうも、また来たんか、うぬーとか言って。やべえ、やべえ。安いよ、とか言って。野菜どうやって言ってんだろう確かに。また来たんかうぬやばい。また来たんかうぬ。またうぬ来たか。嘘すぎ。え、
カウナリとか言ってマジらしいっすよ、うん、すごい初めて聞いたんだけど野菜売りらしいっすあいつ仕事してんすわあいつそうやばいっすよねあいつその設定知りたくなかったよ俺いや俺もがっかりしたんすよまあねがっかりっすよねいらんわ謎の存在じゃなかったなあいつやば生きてくためには具体だってさ金が必要やっだってさ身長とか年齢とかもう全部不明じゃんそういうキャラって職業だけはなんでそう結構具体的なとこバレてんだよこれか面白いよな意味ねー空中は竜は無職なんですよ竜は無職でしょどうやって食ってんのいやわかんねえたまにドカタやってるって設定なんじゃないですかあれだってアレコスでドカタのあるある確かにあれはだからそういうことって聞いた気がするあまあどっちかっすよねおーいボディーガードなのなんかいろんな仕事やってんじゃないのあれ竜にボディーガードしまったら完成それアニメ見れば分かりそうだよねそこら辺確かに竜はさすがにでも嫌っすよねアニメでそんなリアルな部分腹減ったパリパリ金ねーとか言ってやっ竜がね竜働かねーとか言ってそうまた右側だけ戦うだけじゃダメだよなーとか言って剣は金持ちなんでしょ剣は金持ちでしょ剣マスターズの御曹司なんでしょ剣に負けるわけにいかんよな竜格闘技ででもさサード3だと、うん、剣の方が強いんじゃないですか確かにストーリーでストーリーでそうなの違いましたっけどっちが強いっていうでも大体竜の方が注目されてるよ大体竜勝ってるよねオロとかになんか剣の方が強い時期があるって聞いたんだよなゼロじゃないゼロかな、ね、ゼロとかだとありえるかもあーきついあ、漫画とき、あ、漫画か、そっか、漫画か。それ、漫画読んだんだよな。負けるんすよね。なんか、俺が見た漫画で、竜がなんか、剣の元訪ねるんですよ。久しぶりだな、とか言って。で、なんか、まあ、剣は社長やってるじゃないですか。で、竜はまあ、相変わらずなんですよ。ちょっと、久しぶりに、やろうか、キリッとか言ってますよ。キリッと。ボコボコにされるんですよね。鈍ったな、お前とか言って。バリバリやってんのに。かわいそうかわいそうですよね久しぶりにやるかきりとかやってんのに、うん、かわいそうと思ってそんなんだよねボロクソだったよねそうボロクソなんですよしかもマジ社長で金持ちでしかもかわいい嫁さんいてそうしかも剣なんてあのショーンとか育ってるじゃないですか、うん、あれ別に自分のことだけなのにそれ折れるよねそう折れるパターンだよねマジ折れますよねあ、勝負しかけない剣だっけなんかもう負けんだよとりあえずそう守るものはできて強くなったとか言って強すどうしろっつうんだよな竜にそうどうしようもないっすよね、うん、あれこれ戦績リセットされんのん戦績リセットされいやされないんじゃないですかこれでも猫陣よくタグが違うんじゃないああなんすかねかランクでやってんじゃないですかあーでもリセットされてんのかリセットされてるかもしれないけどリセットされてますねプレマってでも毎回ゼロからじゃなかったっけ累積のはずあ累積ですかリセットされたんだ KOF の話も面白いんですよねあリセットされてるんだ、まあ、詳しいねそういうのいや俺好きっすよ好きだね俺結構好きっすよ面白いっすよやっぱ格闘ゲームの設定もマーブルがでも面白いんすよマーブルはちゃめちゃですっげー複雑そうだねはっちゃめちゃで面白いんですよね最強ってやっぱあれなのダークフェニックスいやなんかねどうもねサモスが強いっぽいですよあサモスサモスサモスあのマブカップついたゴールデンみたいなやつあーあいつかあじゃあなんかなんであいつギャラクシアだっけもっと強いらしいサモスってあのアベンジャーズの続編で出てきそうなやつよねそう、うん、あの話マジ面白いからウィキで読んだだけだからマジ面白い。おー、ウィキ読んだっけめちゃくちゃ面白いです。いや、マジ、あの映画出たら絶対見た方がいいですよ。ほんともう、ウィキで見ただけで手が震える。ウィキ見ただけで。いや、手が震えた。ほんとに。映像化されちゃったらやばいじゃん。いや、マジやばいっすよ。おしっこ出ちゃうかもしれない、俺。マジで。
いやだって俺本当面白すぎて家で読んでたんですよ実家で。兄ちゃんの部屋入って、うん、お前サノスの話ググってみろって言っちゃったもんマジで。そんぐらい面白かったんですよ、マジで。ガタッて入ってガタッて入ってお前サノス調べてみろとか言って超面白い。あれやばい。ダークフェニックスもめちゃくちゃ強いでしょ。めちゃくちゃ強いですあいつも。だって宇宙滅ぼすぐらいの力持ってるでしょ。 それより強いの。サノスやばいんすわ、サノスやべっかくっすわマジでいやあれマーブル界の梅原と言っても過言じゃないですよ、うん、いやとりあえずサノスがさ、なんかそのヒーローたちをもうヒーローたちいっぱいいるじゃないですか。ボコボコにしたのもボコボコっていうか、うん、やっべあいつら邪魔だなって思うじゃないですか、うん、なんか変なアイテム持ってるんですよ、うん、その時だとちょっとアイテム消してくれんかーってなるじゃないですか。みんなチュンってしてるんですよチュンってで最後にでも、うん、ある程度3人ぐらいヒーロー残って2人ぐらい特攻してって、うん、負けるんですよ余裕で。サノスに目の前いて、うん、で最後に熱いキャプテンアメリカ残るんですよ、うん、で最後のパワーだチャージタックルみたいに行くんですよ、うん、余裕でぶっころやばいキュッて行くんですよやばいっすよマジで。え、どうすんの無理じゃん。いやそれでなんか妹かなんかが、うん、まあ続きはウィキでだな続きはウィキでって感じかな大体ウルバリンが勝つイメージあるよな。ウルバリン、みんな死ぬ。アメリカね、え、みんな死ぬ。ウルバリン死ぬってすごくない。ウルバリンもみんな死ぬ。ウルバリン死ぬ。スパイダーマンとかもみんな死ぬ。だ一瞬で死ぬんだ。え、ウルバリンって死ぬんだよ。ウーバーに知るってやばい。やばい。気になるだろ。読んでみ。ウィキで。インフィニ、なんだっけな。ガントレット。インフィニティガントレットかな。ウィキ見て震えることなかなかないよね。やばい、震えますよ。やばい、震えます、あれは。サノスってあれだよね、なんか、女のために皆殺しにしたんでしょ。そう。女が、うん、じゃあ出始めにヒーロー殺してよって言うじゃないですか。わかった。ちょ、チューンはい、殺したよってなんですけど。でもまだ足りないとか言って、じゃあもっとやるよとか言って、うん、でそれ残ったヒーローが、うん、許せないって言ってサノスのとこまで行くんですよ。もう本当余裕でもしかも最後にウィキでもいやらしいのが、うん、ウィキで最後に残ったのはキャプテンアメリカだったっていう熱い展開が書いてあるんですよ、うん、余裕で死ぬんですよ2行たった2行で最後に残ってもやばいでしょ。それはまだ映画化されてないの。されてないです。だからそれをその、うん、アベンジャーズ3かな次が、うん、それで出るんじゃないかってなってるんですよ。うわこいつそれはもう見るしかないよマジで。最強に面白いから。キャプテンアメリカ残っても鉄砲ですからね。そうキャプテンアメリカ残って始めるから。だから俺やっぱり最後の希望はキャプテンアメリカだったのかなって思ったんですよね。ところがどっこいですよ。これが現実ですって感じで。すごい。本当にありがとうございます。そう、本当にダメですよ。やばいよ。いや、結局あー、やべ。お強い。いや、大丈夫です。ちょっと今、なんだっけ。これ結局サムスン勝ったんだ。ウィキで見てみ。いや、本当に面白いんだよ。それ映画化したらどうなるんだろうね。いや、本当多分超面白いと思いますよ。うんチューンでしょ。だっていや本当一瞬で死ぬらしいんですよ、うん、ウィキによると。しかも、はい、なんだっけな、全人類の半分ぐらい死んで、うん、ヒーローはもうほぼ死んだみたいなんですよ、うん、その一瞬で。だからそんだけサノスはやばいんだよ。しかもキャプテン、あのハルクとかいるじゃないですか、うん、ハルクってまあ力持ちキャラじゃないですか、うん、でもハルクより力持ちっていうね。別にガチンコで殴り合ってハルク俺行くってなっても余裕でもうバン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 でちょっと相手が歯向かうようなものだったら、うん、あーもうハルク消すわみたいなチュンって消せるんですよもう向かうとこ敵なしでしょそんなの。マジでコミックで見たことあるけど面白い。へえー、やっぱ面白いんだそれがね。ギャラタス面白いんすわ。タバコ吸ってごらん熱く語りすぎたわ疲れちゃった結構頑張ってたからね。こいつ頑張ってんなと思って俺見てたもん。チューンっつって、うん、自分で作ったんでしょあの技だってチューンって書いてないからだって大喜利にはね多分自分で持ったのよ。そうだよねでチューンじゃないと思う
あーで、神ちゃんずっと見てるね、さっきからちゃんとね。うん、どうだったのかな、全然わかんないんで、うん、なるほど。ちょ面白いな、やっぱ最新バージョン。ちょサブキャラ、サブキャラ使いすぎなんですか。100円だからサブキャラ、うん、俺もどうせやれんのかなと思ってさ、結構煽ったらさ、はじめなんかメインしかやんねえみたいなこと言ってずっと俺みたいな。いや、見よう見まねで結構いけますね。対戦はしたこといっぱいあるね。例えば明日でしたっけ。そう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 、俺は解説くんなんだよね。あ、解説出るんすか。そう、カメちゃん結局出ないんでしょ。出ないやる気あんすよ。あ、間違えた。ん、やる気あんすよ。キャリバーやる気あんのに。やる気あんすけど明日出れないんすよ。それは残念だね。俺もね、結構迷ったんだけどね。そう、ちょっとやっぱ体ができなさすぎて、うん。あれじゃない、宇藤さんですよね。解説？宇藤さんもやる。そう。明日あのキャリバー？キャリバーのオンラインの有志で第2戦の。そう、第2戦の要はあの。オンラインの人しか出れないタイプ。ああ、トーナメントが。あ、トーナメントか。あって時間忘れちゃった。あ、じゃあ2人とも出ないですね。8時9時ぐらいからかな。うん。なるほどなるほど。俺は解説組んで。結構出ますよね。結構出ると思う。いい人だろうな。いや、久々にデコでやったんですよ。はいはい。将棋が強い。本当に強いだろうね。めちゃくちゃ強かった。俺もだって強かったんだけどな、苦手な人いるからな、デコ。そうだよね。結構その苦手意識持ってる人に対しては、はいはいはい、勝手に負ける。あ、アルゴルとかね。マジ？そうだね、なんか柵を持ってほしいな、そういうあれには。おいおい、まあ、浜毛さんも出るけどやってねえからな。ちなみにそのトトカルチョがあって、なんかあのツイッターでなんかあるよね。あ、そうですね。で、そのトトカルチョを当たった人の中から一人マイクロソフトポイント、おお、3500ポイント。おお、しかも結構じゃん。ね、それは届かれちょっと置いた方がいいよね、多分ね。そうですね、もうどうせなら。ケイスケさんもやっといた方がいいよ。聞いてる人の話。まあ、マイクロソフトポイントをもらえる可能性ある。そう、ほう。好きでしょ、そういうの。好きでしょ、そういうの。何もしないで何個もらえるの好きでしょ。うわぁ。うまっ。うまっ。これ1個お便り読んでいいですか。はいはい、いや、これ絶対偽物だと思うんだけど、の知ってる人っぽい人から来てるんですけど、はい、ペンネーム志村けんさんかな。志村けんってね、ちょっとこれは、はい、知る人ぞ知る、知る人ぞ知るリングネームなんですけど、リングネームですけども。うわー、うまい。おい今井、たまにはニュートンに遊びに来い。今ニュートンでは月曜はサード10先ガチバトル、水曜はサードフリープレイやってるから遊びに来い。今週末はマニアックスもあるぞ、アッセン枠もあるから今からでも間に合うぞ。そんなわけでよろしく。絶対本人じゃなさそう。あのゲームニュートンの松田店長っていう人がいるんですけど、その人エントリーネーム志村健って言うんですよ。あのその板橋に志村って地名があって、志村三丁目で剣使いだから志村健だっつって、確かにっつって。あのね、あの松田さんは俺のことを今井とは言わないから。そう、おい今井って言ってるから、うん、ケースケっていうから、ね、おいケースケって言うから、ね、そう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 、そんな感じだから。惜しいよね、でもね、うん、惜しい惜しい、うん、うん、あのこの宣伝内容とかも、あの松田さんこのメール送ってきそうな内容だけど、うん、ちょっと呼び方が違うんだよね。惜しいね、近い、うん、そう、その後もね、あの同じ人からね同じ人から来てる、同じ人から、おい今井、サード宣伝するためのメッセージ送ったんだから読めん、読まないと今度お前の恥ずかしい黒歴史ぶっぱすんぞとか言って。絶対違う、違うな。こういうこと逆に言う人じゃない。いやー、でもニュートン今ね、サードのイベント結構やってるんで、バシバシやってるよね、はい、その辺はよろしくお願いします。板橋のホームゲーセンなんで、板橋のね、私の俺もホームゲーセンがあるから、うん、バーチャルやれている。ホームゲーセンはやっぱいいっすね。
一応、はい、読みましたね。十先ガチバトルとかやってんだね。そう、毎週月曜日やってる。それはサード限定なの。サード限定で、その マニアックスだっけ、その月一の 3on3 でね、やってるんで。もうニュートンもずいぶん行ってないな。1年以上行ってないの。俺も最近そんな行ってないんですよ、地元なのに。あれでしょ、聖戦でしょ。バーカった、うん、毎週のように行ってた時期あったんだけどね。毎週というかもう下手し毎日のように定員時代あんま行かなくなってしまって、ね、どんなちゃんと働いてた。多分今ここに俺がニュートンの定員時代の知ってる人いない。俺はあいたぞ、俺は見てるよ。いたぞ見てた、うん、あマジっすか。ニュートンで、うん、ケイスさんは定員をやってた。あ、その時から知り合いなんだ、うん、そうよ。そう、俺なんかチェックのね、こうなんか俺、その意味超悪い、ちなみに俺なんか、なんつうのパチンコの店員みたいな感じ。 あれ着てるやつ、制服があったから、制服だった。じゃあ超長くないですか。いや、長いね、そういえばね。一応もう10年、12、3年。そう、俺はばあちゃんやってて、ケイスケさん微妙にやってたけど。あ、ということは俺のセカンド時代ちょっと強かったの知ってるの。いや、それは知らないんだよね。知らないんだ。俺だ、バーチャ4だから。あ、そう、2001年とかだね。あーそれは知らない。あ、でもサードサードでは見てるかな。ああ確かに実際どうだったんですか。結構強かったのか。いやだから俺そう、まあサードそんなやっぱその頃はもうやっぱ司教キャラとかも、まあ、強いやつとかもいて。ケイスケさんはセカンドですよね。そうですね。ちょっとレジだね。うん、まあ一時代前かな。ケイスケさんボタン直さねえかな。直すよ俺。ボタン直さねえかな。攻撃予選で大事な時にボタン直さないからな。直す俺チって言いながらボタン直す。え、なに、ビジョンで。ビジョンです、ビジョンです。マジでビジョンでギルティの攻撃予選あったんですけど、決勝でボタン壊れて、でボタン壊れてたからボタン聞きづらくて、そしたらケイスケさんがいて、すいませんボタン1個壊れちゃってとか言ったら、チって言ったんだ。絶対嘘でしょ。絶対嘘やん。だるいな、だるいな、こいつ。お兄ちゃんもさ、ビジョンさ、マジケースさん出てこねえんだけどさ、具合があったのとか言って、カミちゃん出てくんだけどさとか言って、ケースさん出てこねえんだよ、クソ店長。クソ店長余計じゃない。クソ店長言ってねえけど。なんでお前も俺オリジナル入ってる。なんでお前持ったのに。今勢いで言っちゃうの。まあ、欲しくなったよね今ね。悪口欲しくなった。そう、悪口欲しくなったよ。クソ店長。修理も笑わさせんの。え、でもカミちゃん出てきてんだったらそれでよくないでしょ。いやー出たー出たー、それだけは許せ。俺なんか用があったの。じゃあカミちゃんが多分いないときでしょ。いないとき、カミちゃんがいないけど、あ、ケイスケさんがいて、ケイスケさんに直してください。なんだかなーって思って、ケイスケまだかなーって。え、それおかしいよ、それおかしいよ。呼ばれたら行くよ、それ。ボタン壊れましたとか言ったら行くよ、それ。持ったか、絶対持ってるでしょ。森か。でも本当に効かないのって言われたボタン。本当に聞かないのとか言って、カッチーンってきて、あれ虫の居所悪かったやろな。マジ風評被害だわ。風評被害が悪い。そうだな。いや俺ギリティだったら大爆笑。そうだった。あーうまっ。 DDS だ。ダーメン。結構でもメンテとかは気使ってた方だよね。まあ絶対頑張ってるゲーセンだったでしょ、それは。まあ確かに、まあ、ガチでしかないですもんね。まあ、格ゲーゲーセンだもんね。ケイスケさんがどういう接待をし、要は接客をしてるかって話だからね。メンテの話じゃないからね。ケイスケさんの接客の話だから。メンテとかで呼ばれるんでしょ、ね、だってそれで呼ばれてこないって話だからね。そう、うん、もうないからいいよ。いいよ別に。じゃあやめよっかこの話。やめよっか。もうないからいいよ。下がんないからね、明日に。きたーん。あっちゃー。ジャム強そう。強キャラ。火力やばそうだね。いや火力はそんなことない。そう、うん、あのドラゴンキック強くない。あの強化したら全部無敵長いから
ぶっ放し技になっちゃうからガードされて有利あさて有利のやつもあるで中段のやつもあるでんなやっぱアークぐらいってぶっ飛んでるよなうんだってスト4でもしさ、うん、いやこれ無敵めっちゃ強くて中段もあってお前ガードされて有利のもあるからって言ったらさ終わってるからキャラになるじゃん調整しろってなそうそうそう何も思わないもんなこっちだとギリティとかアークとかだとああまあ、うん、そうだよなってなるよなでブレイブルーとかさ中段さん頑張って立つじゃんあのだなな攻められるのやばくない何もないねガベさん中段立ったのに何もないっていう何もなくて向こう有利とかありません、ね、別に攻められてるそういうのが多いですよねなんか聞いてるとあのアルカプで慣れちゃったよねやべやべアルカップになれちゃったよなアルカップ価値観ぶっ壊すよなねあれで文句言ってるやついいもんなビームやビームアシストやって M アップで思っ裏で M アップ裏だ思ってたからとか言ってへーってなるもんね最初はさ終わってると思ったけどさへーとかになるもんねじゃあ使おうかなってなるだけだもん強いなって感じだもんなこれが強いじゃんキャプテンアメリカの2段ジャンプできるって聞いても何とも思わなかったもんえそれだけとか言って玉無敵です今度玉井がダメなんだあ無敵じゃない完全無敵じゃないねあそれだけ、それだけなんだ良心的じゃねとか言ってたもん誰も使わなくねとか言ってたもんそんな感じになるかな面白いなおもれえなこのゲームお便りないですかやっぱギルティが一番好きだなお便りはチップは使えないんだな俺さすがにカズノコ黙々とやり込んでるね使う面白いっすねサブキャラ使えなかったんですよ100円でやるからゲーセンだと高いもんねしかも味方でしかやんないからしかも俺いいですか読んではいいいっすよ、攻撃のためコミケ行かないさん、はい、攻撃ああコミケうんまあまあまあはい、カオ TV の皆さんこんばんは早速カズノコさんに質問なんですがここ数年、スパ4の数の子は動画で見まくってますが、はい、ギルティギアの井上はあまり動画などに出てきません今後ギルティギアの井上が動画で見る機会も増えギルティギアの最前線に戻ってきて突っ走る気はありますかどうなんだおいなんか難しくないけどあのやっぱ新作出て大きい大会あればやっぱやりますけどなんだかんだ一番動かしてて面白いゲームギルティギアなんでほうほうほう、うん、じゃあ井上クソメガネが戻ってくる可能性あるとまあそうですね、うん、むしろ期待し新作が出たら期待してほしいそれリングネームないで出んのいや俺別に名前どっちもいいんですよ ね井上クソメガネで出んのか数の子クソメガネで出んのかどっちかなと思ってえ井上さんこれどうすんの井上さんどうすんの井上さんどうすんのどっちかな投げっぱなしってやつ井上さんどうすんのかなどっちかなと思っていや単純にねああまあもう俺カズノコの方がいいかなと思いますけど、ね、でも確定してんだ確定してるマジかあ次やりたいって言ってらしいですよ確定してるってまあ声優のイベントとか今回なしでやるかもしれないらしいですよね復芸のイベントとそしてだけやりたいブルデモみたいな感じだああでしょ確かにじゃあ確定してるってよ井上にしてくれっていう意見が多いですけどいやでも俺カズノコでやった方がいいと思うんですよねそのまあマジでするとそうだねマジでするとうんやっぱスト法勢の人にも見てほしいとかだったらやっぱりいいこと言うじゃんちょっと難しいなこの感じやっべえいい言葉見つけたって感じで、うん、いやむしろこうパッて拾ってもらったからあっ どうしようって思ってやべえいい拾い方してもらっちゃったどうしようとか言ってやべ適当にいたつもりがあっていや適当じゃないけどな身の上のがかっけえよだっていやもう取り返しつかんだろ取り返しがつかんよ変えよう3つ目いこう3つ目いこう、まあ、KJ でいいやもうあそうだよあそうだよ KJ でいいやあいたいったな言ったなえ言ったな言うだけならただ言うだけならただKJ だよねやっぱそのゲームで好き嫌いしないでやっぱ
格ゲーだったら全部見てほしいなってなんで、一番平成の上一番有名な名前で言った方がいいってするんですけどね。平成って被りはないの誰か。 あんまなそうだけどね。いない。あーやべ、久保田、確か KJ だった気がする。KJ だった気がする。絶対日本人なんだけど、すげえ顔濃くて。あーやる KJ 外人は名前は絶対日本人なんだけど見た目を有効に、見た目を有効にリングネームをつけてるパターンね。これじゃないですか。ちょっと面白すぎる。危ない。え、マイパン負けた。最初カズノコって謎のユン使いがギルティギアの井上って発覚した時のざわつきが半端なかった。ん？なんだって？そんなざわついてなかったですよ、ぶっちゃけ。この人はどこでざわついてたんですか。ん？何なんですか？結構ゲーセンで見てる人は見れば分かる感じ。まあ、あのスト4でいたからね、マジですると。スパ4じゃないからさ、まあ、スト4にいましたもんね。そう、スト4の最後にいたからもう。ああ、そういうことか。しょうがない、カズノさん。ん？大爆笑の名をやろう。確かに。仕事？いや、いらない。いや、お前、大爆笑サイダーでいいよ。いや、あ、やばい、始まった、始まった。笑おう。大爆笑サイダー。3人目になるか。ああ。俺と共に。それこそ誰かわかんねえだろ。チーム大爆笑。いや、ちょっとね。大爆笑の、大爆笑の起伏ちょっと怖いんでね。スリーワンで来るのちょっと怖いんで、ね、関わりたくないですよね。ちょっとそうだ、ここらと大爆笑の手が怖い。どれから行くみたいなね。あなたはどれがお好きってコメントしようよ。まずサイダーで締めとくかとかなるよ。それ、違う違う。志村健もいそうだね、確かに。志村健、まあいそうだよね。志村健、健使いで。ナルオいなそうだね、もうなんか逆に。平井健って組み出したの。確かに。平井健とかいたな。ああ、平井健。平井さん。平井。あれだって有名な人でしょ、バンパイアとか。平井もんだっけ。昔の人だよね。そうだね。白健、うん、っすよね。そうそうそう。白健って人もいるもんな。そういえば。いるね。黒剣だったりし、うん、黒剣もいるな、確かに。あんたの誰引っかかったな。っぽいですね。あんたサード勢なんだ。そう。へー。そうだね。もともとサード勢で、で、カプエス勢になって、で、スパフォーかな。あ、古くからやってんだ。うん、黒剣はもともとケンちゃんって名前だったの。で、カプエスでエボ行って、結構ユン、カプエスのユンで、ユンって珍しくて、それで結構強くて、前転キャンセル使ったなんか連携とかがすごいユンでやるのが珍しくて、うん、エボですげえ活躍してちょっと有名になった。じゃあケイスケさん知り合いなんだ。あ、もともと知り合いで。ケイスケさんサード勢の知り合いマジ多そう、うん、あ、多いだろうね。悩み点って多いよ。ガチャー、パナシパナシ技でございます。ほらもやっぱ輪っか起きるの強いの。じゃあ今でも強い。やっぱ強いの。 FB 弱くなったから。あれ、あれ性能変わったの。うわー、まあ若干硬直伸びたのと、あと FB が、発生保証、遅くなりましたね。前より。あれ、相当クソだったよね。今、かなり、いい調整だと思ったんですけどね、でも針の回収が簡単になったらしいですよ。へー。ガード中でも回収できるとかやって。あ、そうなんだ。そうです。だから強くなりましたね。一回調整されて、さらに。汗かくな、このゲーム。今、サード勢って増えてる？いや、増えてるね。増えてるの？うん。クーペイ、
クーペってあの、はい、サードで一番でかい大会あるんだけど、はい、行ったらもう知らない人が半分以上だった。やっぱ抜きさんとかのおかげなんですか。まあ、やっぱそれはあるんじゃない。バーサス、うん、あーそうか、バーサス中級者大会、うん、バーサスのやっぱ大会がね、やっぱこう上手くなるためには登竜門というか、ああいうイベントすごい大事ですよね。うん、大戦がいいね、あれ面白そうっすよね。一つのあの団員戦マジ面白そうだ、うん、俺あれ見てやろうかなと思ったんですよ。あ一つでも家でやれねえからいいやと思ったけど、カードシステムがないゲームだから結構そういう格付けみたいなのって、ね、まあ結構、ね、サード勢はそういうのカードシステムに憧れるとこあるから、あスト4勢いいなみたいな。スト4のやつだな、やっぱよかったもん。結構俺スト2のオンラインのやつできないんですか。ん海外タグじゃなくてね。あ、入ってます。一応入ってる。マジで、うん。入ってるけど、どうなんだろうな。ゲーどっか行った。わかんない。スト2勢に聞くと、まあ別にとか、なんか大会とかそれでやってみるとか言うけど、まあ別に基盤なければそれでもみたいなぐらいらしいけど。オンラインはどうなのかわかんないけど。ちょっと後で対戦します。確かに。ちょっとやりたい。スト2好きなんですよね。うん、リュウマジ面白くない。リュウマジ面白い。リュウマジで面白い。超面白い。最強に面白い。いやーマジあんのか。おやりてえわ。レインボーで対戦は無理だ。要はあれでしょ、あのそのセブンアイランドで一つやってた。そうっす。吉尾さんが昔横浜来てた。はいはいはい。その時教えてもらってたんですよね。セブン結構 X 流行ってたよね。流行ってた。だから俺暇な時やってましたもん。ストボーとか。吉尾さんとスト2やったらマジボコボコにされたな。俺意外と勝ってたよ。マジで俺フォークではめされて泣いたんだけど、吉尾さん。吉尾さん笑顔で、うーんやるだろ。吉尾さんが笑顔で、これはめな、これがダメなんだよねとか言って、ダッハッハッハこれ竜有利なんだよねとか言って、本当かよと思って。一度入ったら終わりじゃねえか。俺フォークは勝ったけど、ガイル勝てなかったね。ガイル、吉尾さんの。まあ、いや、あれ無理っす。ガイルじゃなくて今の話。いや、フォーク、フォーク。俺はフォークでボコられました。フォークにはめられて終わりました。吉尾さんってやったら剣かな、剣とか。ほうほうほう。でも剣でもはめてくるんですよね。まあね、そりゃ吉尾さん、そういうのが神器なくすんだよとか言って吉尓さんとか言って剣ではめられてやってはめてくるして、そう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 。え、はめなかったんだっけ。いや、はめみたいなのあんだ。へぇ、詐欺飛びになってんね。そう、詐欺飛びのなんかジャンプ、ジャッキングピッてなんか来て、でまた膝をガン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 って。あ、その頃から詐欺重ねとかあんだ。あるある、余裕であるよ。あの時だってあのジャンプ仕込みとかあんだよ。え、ジャンプ仕込みだったの。ジャンプ攻撃して仕込むとか。俺もスト4から知ってさ、スト2戦みたいな、あ、そのやってんだって俺思った。なんかあその仕込みとか。そうね、俺もびっくりしました。オークとかやったの。あれはねきつかったわ。あとバイソンね。バイソンくっそキャラやばい終わってる。あれゲージタブルハウスやばいよ。やばいです。あれあとあのダッシュアッパーの見えなさ。ダッシュアッパー投げあれ終わってる。そうゴチ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 で、なんかそうなんかちょろ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 動いて中パン大パンとかやって、それもやべ、これ明らかに中パン見え表って見えるよなーって時は中パン投げとか終わってる。あれクソすぎあのキャラ、ほんとつまんねえあれバイスのやつ。おわーとか言って。おわー、おわーとか。で、ダッシュアップやって、いや反応できちゃって、中パンってると、おわー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 ってスパンが出るんですよ。ノーリスク5割ぐらいのやつ。ゴミ。ゴミとか。ゴミ。だからノーリスクで当たったら5割だぞ。いやいやいや。終わってるだろ。ためキャラだからためキャラ。やばいよあれ。まあ竜は超きついからね。あるバイスはね。マジきつい。スパコンマジ終わってる。あれじゃバルドグが一番終わってるだろ。まあ俺もバルドグだと思うよ。バルドグやったことないんすよね。それ言ったらバルエボで時戸さんがバルドグで評バルだけで外人倒してる時。俺やってるよ後で。できるよ。できるよ。できるあ結構バルドグちょっとできるよ。伊沢さん結構卒やってるけど。うわーやりたくなくなった。超簡単だからバルドグ評バルだって。評バルしなくても強いんですよね。評バルしなくても強い。チューパンがマジやばいっすよね。あれしかも戦い方も俺ちょっと知ってるから。アメリカの英雄のジョン・チョイを。ああ、いや、あれマジで、マジでねえなと思いました。俺ちょっと徳田さんのこと嫌いになるかもしれなかったです、マジで。評判だけで倒して、超悔しそうにしてるんですよ、相手。相手もスーパーだな。
あ、まあ、スーパーサードの最強ですよ、ね、あれやばい。どっち売りなんだろうな。アイグル、アイグル、アイグル。なんかでもちょっと重いんだ、ラグアップはは。あで、まあ上で出ないから、はいはい、なるほど、なるほど。でガードされたらあれ出て、あ、イーッ投げて、おーってどうするの。あれ終わってる。最強あれ。でガードさせたらあれ出て、チュンリーはやばくないですか、あのキャラ。まあ、チュンリーも強い。でも言ってもまだまだサイヤ人レベルじゃないよ、はい、ピッコロレベルで。あ、まだそうですか。龍、うん、はなんかやめちゃって感じですよね。まあまあ普通だよね、普通地球人だよね。いやマジバイソンとかあれも悟空どころかあれもブロリーっすもんね、マジで。あれ本当終わってるよ。最強テラーに向けて、テラーに向けてついてんだよな、あれ。あー、ついてる。やりたくなってきたな、あれ、あれマジやばいって思った。しかも確かにパチテラーできんだよね。なるほど、ゲームやるの面白いんだよね。パチテラーだ、なんかね、テラーなんかバグってんだよな、あれ。バグってなんか言ってたんだよ、ね、吉尾さんが。あれやなーとか言って。メガネの奥がギラリと光りながらね、スト2語ってるだけで、吉尾さんの目の奥見たことある？いやいや、あるよあるよ。少年のような輝きだぞ、マジで。投げんだよな、しかも話。投げんだ。いや、吉尾さんもういいっすとかなって。吉尾さんもう分かりましたね。投げーけど、全部言ってくるからね。吉尾さんもういいっすよ。マジ輝いてんだよ、あれ。でしかも途中で、吉田さんもういいっすって言ったことあるんですけど、いや、まだ終わってねえからって感じで、いや、もう終わりましたね。いや、もう終わりました、吉田さん。さすがにもう終わりましたね。マジで。いや、カズノコはスパホのことまだ全然分かってないとか。いや、もう分かったんだけどな、吉田さんがうざいのとか。いや、ほんとね。パシテラーだ、やっぱ。パシテラーっすね。パシテラーあるある。なんかあれ、斜めためなんだけど、横でも認識するんですよね。いや、1ため 6なんだけど、1が溜まっちゃえば、4入れても打てるとか、そんな感じだった気がする。なんか終わってんすよね。まあ、それでもなんか溜めたら歩けるんですよね。あ、そうそうそう。歩き戦列。そう語らせてやれよとか言って、マジで聞いてみろよな、吉田さん。吉田さんかも、肩つかんでここまで。1回ならいいけどさ、会うたびにこう、語ってくるからな。投げんだなー。あと、俺一番びっくりしたのは、あのスト2のサガットってさ、タイガーアッパカッって言ってってってなるじゃん。あー、なるね。多段ヒットじゃないですか、うん、で俺吉尾さんにあれってかっこいいっすよね、あの多段ヒットって言ったら、なるほど、お前分かってるって言ってお前若いのに分かってるのかって。うざすぎる。それは、それ面白いわ。びっくりして俺。吉尾さんはやばい、マジ。吉尾さん、スパホ、スト2の話してるから、面白い。スト2の、そのエピソード面白いわ。マジやばいっす。スト2の話絶対好きなんだよ、あの人。大好き。大好きっす。スト4の概念の話してんのに、スト2の話になっちゃいます、いきなり。いや、でもスト2の頃はさ、とか言う。吉尾さん、ほんと最高だよ。吉田さんほんと格ゲー界の兄でしょ。じゃない、格ゲー界のお兄さんだよ。ああそうだね、格ゲー界のお父さんはシローさんなんだよ。シローさんもあんま交流ないからな。ああそうだね、うん、お父さんね、格ゲー界の渋谷勢をあんなに大切にしてる人見たことないな。ああそうだね、吉田さんとシローさんなんか俺の中で同じような感じだわ。2人とも全然合ってねえな。そうっすね、うん、うわかわいそう、今必死。なんでかわいそうなの、見てからでしょ。必死でさ、今さ必死にボールついてた。話そうと必死にボールついてた。無敵技で終わりですか。いやいやいや、そういうキャラですから。お前のビリヤードやってよ、ベノム。いや、できないんですよ。いや、もう全然違うんですよ。あ、全然違うんだ。いや、まあ全然違うことじゃないですけど、多分なんかもうなんか罠削除されたりとか、前ハイがバウンドしなくなったりとか、もうよくわかんないですよ。バウンドしたやつがしなくなったりとか。今回スレイヤー中堅ぐらいだから。そういうゲームか。あ、しょうがねえな。勝ち。面白そうなキャラだけどな、ベノムな。確かに難しそうだよな、めちゃくちゃ。でもこれ上手かったらかっこいいよな。確かにめちゃくちゃかっこいいよ。ブリジットの次に難しいから。あ、そうなんだ。ブリジットのが難しいんだ。ブリジットのが一番難しい。なんかクマ出てくるよね、あれ。そうそうそう、ヨーヨーからね。一番弱い。あれでも男の子なんでしょ、あれ。まあ、やっちゃいましたね。女の子でよかったのに。ね、普通に可愛いのにな。かっこいいってたんだろうな。か
かわいそう今の。なんでなんでガラスだったら半額半額半額です。確定。うん、わどうだ俺も見たいんだけど。めんどくさいって。フィリット面白いなやっぱ。楽しみだなーって。これ？常任使えねえんだよな俺。使えねえキャラ多すぎ今回。全部やれよもう全部。結構変わったよなマジこのゲーム。あ同じ姿だね。これピーチ。なんじゃ。しゃぶしゃぶやんないの？じゃあやります？スレイヤー。アセソル使ってないか。じゃあ3試合だけやります。2試合でいいか。大爆笑ソーダやんないの？大爆笑ソーダ。一戦大爆笑サイダーがこんなやってんのに。雑魚やつ来てくんないか。雑魚やつ。でもこれ狙って入れないからな、多分。ちょっと一戦やらしくね。いいよ。いい。いいよ。どうやってやるの？大爆笑ソーダは何使えんの？来たら丸音。丸音。じゃ。PK。PK。これさ、アテコンでしか通ん。あ、マジで？コントローラーでしか通んないんだ。だるできなぞーおぉできなぞこれコントローラーしかないんだよなコントローラーしかやったことないコントローラーしかやったことないへぇ、PKS、うん、アイスラ、D ボタンあー終わったこなし終わった終わった無理だ終わったあむしろ終わった無理だコントローラー出せば出せばパッと出してもいいけどパッとなら俺できるわレッツロックウォホーあれ中断などれやおいこのちょーこれあこういう感じねおー惜しいこういう感じねこれは体育だっけこっち P かうわーくすこれ無理やろー火力さこの勝利苦し紛れちょっと馴染んでない感が苦し紛れカズノコ早く来てくれもうかよカズノコ早く来てくれキラと終わってねえじゃねえかよ来てくれ神じゃこれから使えんのこれね無理 PK がきついこの人上手くね普通にあ相手が強かったかカミカミジャンターンだカズノコに渡されちゃうのスティック難しいなこのゲームパスね俺も最初パスだったんだよな P の位置がさここだと思ってたもん俺もここだと思ってたんだけど、ね、こっちなんだねそうこれに最初戸惑うよねどこでしょその5個のボタンの配置ってどのゲーセンも一緒だった一緒です一緒のはずです多分昔 KOF はなんか4ボタンの配置がボクサイズで違うとかそう あったんだけどなんかあの新作はロケですけど5種類あるらしいですよボタン配置が
は新作新作次のゲームそうっす。なんでわかんない。ブレイブルーデーとかにもできるんじゃないですか。ボックス入ってもあるらしいですよ。あ、そうなんだ。ボックス選べんの。選べます。5000円かな。ペルソナ勢もやれない。へぇ、レベルちゃん一応じゃあ配慮してんだ。配慮してるっぽいですね。5000円それで例えばん、あ、でもやっぱ5ボタンっぽいですけど、例えばそのカードを使って自分のボタン配置をデフォルトで設定したりとかできるってこと。いや、なんか5種類、うん、どうなんだ、5種類から選ぶだけですかね。それいじれないんじゃないか。いつ選ぶのそれは。キャラクター選択の前です。選んでボタン配置、いや違う、先にボタン入っちゃった。じゃあ毎回選ばなきゃいけないの。ただ、カードとか使ってるともう選ばなくていいんだ。負けなければいいんだよ。はいはいはい。レベル溜まると何なの、強くなるの技が。そうね、レベル3まであって技の性能がどんどん上がってる。ひさただか。セイスラは何なのこれ、このキャラのストーリー。ストーリーはこれ、その戦争があった時に、戦争があった時の昔の頃のセイスラ。あ、それそれかっこいいね。ね、設定生かすな。設定生かすっしょ。俺設定で選んだんだよこのキャラ。そっか。で、稼働前はこのキャラがすげー強い。おお、カミちゃん。カミちゃん最強らしいですね。カミちゃん、カズノコってさ、女の子じゃあ利用できるかどうかで選んでさ、君がかわいいからだよって言うんだろうね。何その話、おかしくないですか。なんで私が好きなの。そう、使えそう、かわいいからに決まってんじゃんとか言っといて、じゃあもっと便利な女がいたら多分ピッて帰るんだろうね。まあそんなもんですよ。ピッって書いんだろうね。すごい無理やりディスロードしますね。こうどうにかしてディスってやろうって感じですね。どうにかして、いい、同じ理屈じゃないですか。どうにかしてディスってやろうという見た目で選んだっつってね。いやいや、うん。それは誰も乗れませんわ。乗れない。ちょっと強引だったかな。あ、そう。ちょっとね。そうか。アップデートで可愛くなったねとか言って。アップデートで可愛くなった。笹野いただんさん、ちょっと。いや、そういうことするのかなと思って皆さん、らしからぬ感じだったな。はい。手形はこの人クリフはね、最初の方に やってました。強かったっすね、あのキャラね。あのキャラは弱いんだけどね、中堅ぐらい。え、そうなの。中堅ぐらい。へぇ、弱くなりすぎ。え、最初は最強だった。最初は最強でしたね。だ、対策されてきて、ジャムとか若干きつかったっすけど、でもまあ有利なんじゃないかって感じでしょうね。マジか。逆に板澤さんってどんな人が好きなんですか。可愛いと思うんですか。今板澤ボディで選ぶ。そうだから板澤さんってボディで選ぶのかなと。確かに。その言い方いる。確かにと思って。その言い方いる。どんな。そういう話になっちゃうよね。そういう話になっちゃうんですけど。どういうあれが好きなんですか。マジ話？マジ話で。マジ話。うわっつって。逆にだってあんま聞かなくない？ダダンさんのそういう。確かに。俺は別に、要は俺は別に、あの、今ガヤだからさ。出たー出たー出たー出ましたー、スナイパーのような板橋残業。今外から外から。遠くからみそぼん投げてる立場だからさ。みそぼん来ましたー。スナイプ板橋。ひな壇ゲームなんで。スナイプ板橋来ましたー。今日の話やめようか。じゃあやめますか。うん、やるじゃんだろ。カリスマをボコった手は腕は健在です。カリスマ、カリスマ、あー、カリチンさん。そうです。ははっ、ほんに板さんは顔一番のおちんぽやろ、おちんぽやろとかって。おい、誰だよ。え、ナルオって書いてあったけど。え、ナルオって書いてあった。いや、言いました。ナルオに言われたくねえよ。配信でもろナルオに言われたくねえぞ。いた
深澤さんもしかして顔で一番みたいな顔で一番まさかあれっつってあれいやまあ疑惑ですよ疑惑そういう疑惑かなあそういうことねそうそうあれ一番のちょっと俺今日味噌ぼんなんでねああ味噌ぼんばあちゃんだったらいいよそういう話でも、まあ、でもギルティなんでねまあまあそう、うん、スナイプ板橋スナイプ食ってくねーあー来ましたこれ強いですディズイこのキャラクソ強いですディズイこれこれ上手い人と出会うといやマジで何もできずに死ぬ今回強すぎ大丈夫それあそうなんだ君が勝ったら上手くないってことになるけどいやじゃあ君いやもし俺勝ったら俺が上手すぎるんだけどうまいね君これは話術の天才じゃんはい可能はい置き詰めうまくて置き詰めうまいっすこれ多分うまいっすおおああまぶ勝てる気しない慣れたオリゆとりだって面白い名前え、減りすぎじゃね？いやいや、チャージゲージ使ってますな。いや、やっちゃって。投げちゃうよ。はい。すげえな。いけます。置き詰めが前より見えないんだよね、DZの。軽く曲がったし。暴れている。カチーンってやつあんのやっぱカチーンもね、なんか2種類だったんだよあ、そうなん出る場所が2種類になっちゃって2種類したのあれはあのデスビ、デスレイビームデスレイビームピン、ピン、ポーンってやつえどうなのピン、ピン、ポーンってやつ怪獣出てきてさ怪獣出てきて、ああ、うん、あれ使わないっすあ、やっぱ弱いなあれ慣れ性能変わってないやっぱ弱いんだ強くなったわけでもなくあ、バーサスかねなんでやねんあるじゃんガンマレーかあ、ガンマレーだあとあのさ処刑台みたいなのが足元にピンってさあーあれは、あれも性能変わってないよ弱いのあれあれもあんま使わないからやっぱあの、どん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 のが使うあー、ポン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 そうそう、あっちも使うあれ以外使わなくていいのあるかちょっとお便り読んでいいですかはいはいペンネームハゲかけさんえハゲハゲ何ハゲかけさんハゲかけさんハゲかけか自演やめて、うん、それでナルキュン、カジュ、イタザン、ハゲちゃん、こんにちは悪意あるな、悪意こんにちはこんにちは突然ですが、質問させてください、皆さんに質問させてくださいカズノコさん、ギルティギアイグゼクスがバージョンアップしましたよろしければ全1クラスのギルティの有名人などをゲストで呼んでいただけたりしないでしょうかカズノコさんにはこのゲームの魅力をもっと広めてほしいですどうかゲストのご検討をお願いしますなるほどあと板山さんは検体策と自信のほどはいかがなものでしょうかそこのサルとの試合をしてみて手応えはいかがでしょうか一人だけなんか仕上がり具合を教えていただきたいですあの攻撃の攻撃です、ね、あおいそこのサルって言いましたけど、まあ、まずそこのサルもうちょっとギルテーゼギルテーゼそうですね裏顔で呼んでもいいですけどね顔 TV で別に表で呼ばなくてもいや全然表でよくないまあどっちでもいいですけど表っぽいやん、まあ、周知しかないからね表だと、まあ、裏顔の方が呼ぶ呼び、まあ、出やすい選びやすい、ね、出やすいでしょうね任せてくださいじゃあ一応いろいろ声かけて金曜のこの時間予定入ってるなんてさあんまいないと思うよ俺はあー繋がんねいやー次の日休みだったら飲みに行くでしょあそうだからそれをそれ見せに来るとかああそういうことだけの話で、まあ、次の日仕事とかだったらねきついかもしれないハーケンさんハーシャさんマチャボーさんああまあ呼んでもいいね別に誰でもいいんだよな別に呼んでほしい人分かんないんですけど誰そのさ俺もっとギルティー勢だけど、はい、今スパホやってますってのを俺ギルティーやってるとかほとんど見たことなかったですよねああよさんとかねああよさんとかカリスマさんとかだ結構そこら辺そこら辺を呼んでほしいのかむしろギルティーがちで呼んでほしいのかどっちか分かんないですよねどっち呼んでほしいまあまあ両方呼べばいいんじゃない、うん、まとめてガサッとそのクラスだったらもう誰が来ても嬉しいんじゃない、うん、なるほどね
下級くんとか遠いな。ちょっと下級さん来てほしいですよね。来てほしいけど、いや来てほしいですけど、まあコメントは見せらんないですよね。コメントはまあ過去一で見て、ね、いやそれは俺が俺が拾って振るからちゃんと。いやもう試合だって試合終わるおやめたね、やめたやめた。試合終わるためにそれ来ても困ってきついですね。カズノコさんこのコメントちょっと読んでもらっていいですか。ええー、シェシェって感じで間違いなく怒られますよね、この場にいたら。さすがに逆らえないですよね。あの人もそうでしょ、前来たさ、うん、保証無金使いのさ、あき金使いのアキラさん。あー強い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 。でもこのゲームってもうやってないよ。やってないんだ。ブレイブルー。あ、そうなんだ。1本からへー。このシリーズは全くやってないと思う。ブレイブルー1本なんだ。そうそうそう。やっぱあれなの、投げキャラなの。投げキャラ、へー、好きだね。うわテイガーガチでなんだ。攻撃組んだことあるからね、ギルティ。辻川さんって東京の人じゃなかったんだ。違う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 、岐阜。あ、そうなんですか。へえ。いや毎回来たじゃないですか、カオス。あ、そうなんだ。あー、なんかロケて、そうね。へえ。コミケもあんのか。確かにコスプレ。もしかしてコスプレ。コスプレコーナー。てかそれに合わせてんじゃないの、やっぱコスプレ。辻川さん列の3番目にいたとか言って、すごいね、やる気で。100人ぐらい並んでたら3番目早くない。一番最初のってことですか。朝じゃない、例えば朝一来たんじゃない。いやでも結構ガチ勢はその日休み取って、うん、なんか朝一回転出しするって言ってる知り合いかなりいましたけどね。回転じゃ遅いんじゃない。ん回転前に並んでる。そう、回転前に並ぶってみね。回転前に並んでるのか。そうそう、ロケテで。すげえなと。13セットでしたっけ、対戦。26台13セットらしいよ、うん、やばいっすよね、うん、すごいよね。ワンフロアほとんどギルティだよね。すごいよな。あ、なんか今配信してるらしいぞ。え、エイタンとこいるんだ。エイタンと平和島でやってんのか。あ、そういうことか。これエイタンの子見て、あれコメントの色オレンジだからな、はい、あ、え、そうなんすか。コメビューで、コメビューでオレンジらしいっすよ。なるほど、一緒じゃん。僕もオレンジです。オレンジ。いや、なんかコメビューで NG、はい、他のユーザーと NG、他のユーザーに NG されると色が変わってくんだ。ああ、はいはいはい。緑から、オレンジになって黄色になって、黄色からオレンジ、あ、黄色からオレンジかで、最悪赤なんだけど、赤で見えなくなっちゃうの。そうすると設定で見てる人が NG 共有ってのを、うん、はいはいはい、ちょっと設定すると赤い人は優先で消えるし。ああ、そうなんだ。弱中強みたいなのがあって、はいはいはい、赤だと弱で消えちゃうんだ。へぇ、なるほど。で、この間ナルオが俺の配信の時にコメントしてきたら、うん、赤だ。そう、だからナルオって書いてあったから、うん、絶対これ偽物だよってみんな言ってて、うん、だから偽物だと思われてみんな NG しちゃって、あそしたら本物だったんだ。オレンジになっちゃった。え、それ裏顔。いや、自分の顔で。あ、じゃ あれか、うん、あ、なるほどね。あ、なるほどね。なんかなんだっけ、桃地さんの配信で孫さんが、うん、なんかそのコメントしたらしいですよ、孫って名前で、はいはい、でめっちゃコメントして、おい仕方すんなよ桃地みたいな感じで一生コメントしてみんな NG にしまくってたらなんか、じゃあ今から電話するからな、本物だぞとか言って電話が来て、やっと本物って分かってくれたらしい、逆に証明するなら嫌を外せばいいんだよ。嫌を外して、うん、でもダメってことでしょ、近くて。嫌を外してそのそいつがなんか有名人だったら、うん、そいつのアカウントってクリックすれば分かるから、はあはあ、あ、そいつのページ飛んでる。そう、そいつのページ飛んで。ああ、そうなんだ、うん、あ、それだったら分かるね、絶対。そう、ナルオは嫌よつけてたから、あ、分かんなかった。誰だよ、2人しか分からない情報を言えばいいんですよ、敵。ああ、確かに確かに。でもそれ言われたくないやつだったらあ、でも仕方すればいいのか、仕方してこいつは本物だよって言えば。いや、でもコメント見られるか。まあ電話すんのが一番早いよね、メールとか、ね。まあ、確かに。ガン攻めゲーじゃんこれ。いや俺のキャラガン攻めキャラ。なんかさ、やっぱ数の子見てるとやっぱドエスだよね、プレイスタイルが。こう、ガン攻めっすよね。そう、常に攻めてるよね、うん、いや攻める方が面白いじゃないですか。まあ、それは人による。やっぱただそれだけの理由さ、キャラクター選ぶ理由なんて
と言ってる間にもう2時なんですけど、あ、すみません、あと3分で終わりますか。まあ、ここから先は裏顔ですかね。あぶね、うおー、あーやっちゃった。結構やってるよ。でも3時間、うん、夜、あ、初めからギルティやるの。うん、ずっとギルティやる。安全会しか出るな。すげえ目つきだったわ、安全会しした後。なんかすごい目つきだった。ナルシストだったよね、なんか。すごい目だった。昔はそういう感じだったのかな。ちょっとギルティやっても戻っちゃったのかな。戻っちゃいましたね。シュラだったんですよ。そう、ちょっと戻っちゃったな。じゃあ終わろうか。終わりましょう。練習、ね、ラスイチ、ラスイチ、これラスイチで、まあ、また後ほど裏顔で、はい、あれだ、板材への質問の返事は。だって、あ、そうだそうだ、忘れてた。あ、仕上がり具合は、それ言わせてよ、うん、要は、トンゲキっていう茶番があってね。あの茶番ね。なぜか、そう、置いて、なぜか、あんな茶番に俺やらされる、うん、黒人軍には本当にもうねえ、憤慨ですよ。切れちゃってると、うん、ちょっとね、やっぱ黒人軍はちょっともう本当に根絶やしにしなきゃいけないなと思ってるんで、全滅させなきゃいけない。大吉国軍、戦闘軍としてね、うん、ラグいから、ラグ、熱出したとやりづらいの、ね、ちょっとこれは負けられない試合だなと、ね、黒人すごいね、なんかね、戦闘頑張れ、どかっけっことも慣れないよね。戦闘頑張れ、ウルコン1だったら勝てんすけどね。伊藤さんにウルコン1だったら勝てんすけどね。そういうことね。まあ、俳句運ゲーされちゃ勝てませんよ。さっきなるちゃんちょっと遊んで温まったんでね、うん、これはいけんじゃねえかっていう。ケイスさん見たでしょ。見た見た、ねえ、猿だと猿、うん、おめえが言うな。いや、猿っしょ。やっぱね、そのセントス君を使って売名をしようっていうね、その黒人軍のそのね、もうあの PV からもう売名しようって。そう、ちょっとね、やっぱね、うん、そのセントス軍としてはそういうのやっぱ許せないわけよ、ねえ、うん、いやらしい。セントスのおかげで有名になってきたんだからね、あいつらは。そう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 、やっぱりね、悪性のストモンなんだよね、もう、うん、向こうは黒人軍は、うん、こっちはもう良性、ね、セントス君は良性のストモン、悪性のストモン。やっぱね、悪性はちょっとね、本当に、うん、もう根底からちょっと根っこからね、引きちぎってやらないとね。そうだな、これあかんなと俺は思って。おー、うまっ。上から行くな。はい。なんだこいつら、マジ。確かに。確かに。お前黒人軍だな、さては。いやいやいや、やめてくださいよ。お前どっちだよ、お前。言いがかりやめてくださいよ。僕は数字がある方につきますから。数字がある方、数字がある方につきますから、僕は。じゃあ、セントスだな。確かに。クソ野郎だな、たぶん。じゃあ、セントスだよ。クソ野郎だけど、じゃあ、ギリ。